ということで始まりました一条会ことおしゃべりボリューム19回目でございます。イエーイ。ということで前回は5月はちょっと私の都合でねちょっと配信できなかったんですけれども、今日はですね6月9日ちょっと1ヶ月遅れですが、配信となっております。今日は19回目でございます。皆さんもね準備して見ていただいてる方もたくさんいるようでありがとうございます、ね、タイムライン上にもねゆうたんさんね書いてくださってありがとうございます。ではですね今日もお手伝いしてくださっている方を呼びたいんですけれども今日はね残念ながらねノーボさんがね熱出しちゃったって言ったら変だね熱出ちゃってちょっと参加できないので今日はですねマリさんと二人で多分始まって二人でやるの初めてかもしれないですが今日は二人でやっていこうと思います。では呼びたいと思います。のりさーん。はい、こんばんは。こんばんは。どうですか、元気ですか。元気ですそうなんですよね、のりさんとも元気じゃない人がいてるらしいけどね。そうなんですよね、うん、のぼさんね昨日すごい普通にいや元気だったって別に顔見たわけじゃないけどね、うん、元気な様子だったんですけどねちょっとお熱が出ちゃったみたいなので今日はねあれね遊びすぎやね、うん、きっとあらそうなのかなきっともしかしたら配信は見てくれてるかもしれないね体調が良かったらねもしかしたら見てくれてるかもしれませんが。どっかのお姉ちゃんと遊んでるかもわからんし。それはないか。あれ？嘘ついてるのかな？まあまあね。さあ、ということで今日はね、のりさんと二人でやっていきたいなと思いますが、2ヶ月ぶりかな？ 2 ヶ月ぶりになりますよね。2ヶ月ぶりやな。そうですね。で急に私がちょっとドタキャンみたいな感じでね、しちゃったんですけれども、うん、ちょっと忙しい時期はちょっと、去ったので、去った。うん。片付いた。け、あのね、あの時期は本当に最強に忙しかったかな。うん。ねえ。なので、ね。デートに忙しとかとちゃうやろね。いや。それはね、見てくださってる方にとても失礼なことですが。そんなことはしないですよ。うん、ねなんですけれども、2ヶ月の間にですね、そう、ゴールデンウィークの話もするって言ってたのにね、もう2ヶ月も経っちゃってるから、ゴールデンウィークの話も古いんですけど、うん、まあ、ゴールデンウィークはま、実家にずっと帰ってて、お友達と遊んだりね、うん、家族と一緒にね、どっか出かけたりとかいろいろしてたんですけど、つい最近ですね、母の日5月だったんですけど、うんお姉ちゃん、私お姉ちゃんいるんですけど、お姉ちゃんとずっと母の日の、なんだろう、イベントというか内容をずっと温めて考えてて、うん、まあ、自分の母親とちょっと都合が合わなくて、6月、先週末にちょっと、まあ、お母さんにね、プレゼントじゃないですけど、どっか行きたいところあるかいっていう話で、聞いたら、私の母親、ミュージカルがすごい好きで、札幌にね、劇団四季の劇場ができて結構何年か経つんですけど、行きたいということで。ああ、インタビューって書いてあったな、うん。あ、そうなんです、そうなんです。で、お母さん連れてね、お姉ちゃんと3人で、ちょっと劇団四季のね、今はちょうどキャッツが、行われ、やってるんですけど、それを見に行って。うん、私も見たことあるキャッツ。あ、本当ですか、うん、私なんか実際キャッツっていう言葉はね、すごい知ってたんですけど、内容知らなかったんですよ。曲も。あ、そうですね、うん。曲はね、もちろん知ってたんですけど、うん、内容あんまり実際知らなくて、うん、どんなのなのかなーってちょっとワクワクしながら行ったんですけど、うん、内容も良かったし、会場の中の大道具の作りがすごくて、うん、もう会場入ったら壁一面というか会場内の壁が全部こう大道具で敷き詰められてて、猫の世界って言うんですか？猫の世界、そう、猫の世界になってて全部。でも、それでね、もう、なんだろう。その世界観というか、その中にもこう入りやすかったですし、すごい見てて楽しくて、3時間ちょっとあったんですけど、すごい楽しめた。あっという間の、そうなんです。
3時間くらいあったんですよね。でも全然、もう全然見てるのが疲れないというか苦じゃないぐらいの。うんうんうん、そうなんですよ。すごい良かったです。あ、パンちゃんさん。こんばんは。ありがとうございます。あ、そうそうそう。札幌にね、劇団四季のね、ホール、できたんですよ。あ、できたんや。結構何年か経つんですけどね。専門の。うん、あ、そうです、そうです。劇団四季劇場っていうのが、できたんですよ。で、何年ぐらい経つんだろう。結構経つと思うけどな。そんなに新しいわけじゃないと思う。何年前からあるんだろう。私もちょっとよくわかんないんですけど。でももう、美女と野獣とかね、うん、ライオンキングとかね、うん、そういうのもどんどんやってってるので、結構、年は経ってると思うんですけど。うん、私、ミナ見たことあるよ、ミナ。あ、本当ですか？結構意外と。意外と好き。すごーい、うん。いいですね。私もね、全部制覇したいなと思ってたんですけども、早速美女と野獣を見逃して、いや、惜しいことしたなって思ってるんですけど。うん。でもすごい良かったですよ。ライオンキングも見に行ったんですけど。うん、うん。すごい良かったですね。絵はね、なんとなく。うん。大阪はね、大阪も新しいよね、まだ。あ、大阪にも劇場があるんですね。うん。梅田にできてんねんけども、まだ新しいよ。今までは別のとこで。あ、そうなんですね。今までは別のとこで。うん。そうなんだ。一応猫。ユータンさん、そうだね。ユータンさんのこのアイコンね、一応猫だよね。うん、そうそうそう。だからね、そんな日々をちょっとね、母親と過ごしておりましたね。だから、まあ今回は母親と言ったよな。そうそう。そうなの、そうなの。そうだね。まあ母の日やからね。そうそう、母の日だからね。もうちょっとしたら父の日あるからね。うん、父の日は忙しそうやね。父の日は忙しいね、きつね。あ、そうそう。ばんちゃんさん、そう、北海道四季劇場ってやつで、そうです、そうです。あ、すごい、わざわざ調べてくれて。そうなんですよ。そう、だからね、ぜひね、北海道の人も、まあ、北海道の人はほとんど知ってると思うんですけど、なんかぜひ機会があったら、ほんと見に行ってほしいなっていうぐらい素敵な。うん。あれでしたよ。全国でどんなキャンやろな。いやー、どうなんですかね。結構あるんやな。うん。京都は駅の近くにあったかな、確か。あ、でも、札幌も結構交通の便というか、バスターミナルみたいなところのすぐ横にあるんですよね。うん、なので、行きやすい場所にあって。うんうんうん。ま、絶対迷わないような場所にありますね。うん。うんうん。ゆうたんさん、パパの日じゃないよ。父の日。父の日だよ。自分自身で遊ぶ、あ、でも、あれ？うん。あれいつだったっけな。忘れたけど、遊園地に行きましたよ。あ、また遊園地。そうそうそう、遊園地に。今度はね、前はディズニーランド行った。ディズニーランド？ちゃん。いつ？だいぶ前。だいぶ前だね。だいぶ前だけど、この間はですね、ルスツっていうところにね、行ってきたんですけど、うん、絶叫マシンっていうんですか、うん、それがすごいいっぱいあるところなんですけど、うん、私絶叫マシン好きなので。あ、すごい楽しかったですよ。オープンしたての、何日か、あと3日4日ぐらい経ってから行ったんですけど、なんか、あんまり天気も良くなかったので、すごい人も少なくて、スラ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 乗り物に乗れて、すごい楽しかったです。絶叫系っていうのは、その、ピャーンと、もう落ちても全然ビクともしない。うんうんうん。全然、もう楽しい。むしろ、キャーって声出してめっちゃ楽しんでるぐらいの。手上げたりする。あ、全然しますね。うん。飽きてしやね。あ、乗れるんですね。いや、秋はもう全然ビクともせんや。すごい、うん。でも唯一私絶叫マシンで苦手なのが一つだけあるんですよ。うん、こう、シューンってこう上に上がって、スポンと一気にシューンって下に行くやつが大嫌いなんですよ。フリーフォールかな。あ、そう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 。あとはね、ジェットコースターの、こう、ジェットコースターのこういう急な坂道とかは全然平気なんですけど、うん、スピードとかも全然大丈夫なんですけどね、その、うん、一気に下にシュンって落ちるのがあれね、ダメなんですよね。あれね、シュンと落ちるやつ、
うん、シュンと落ちるやつ。男性はね、ちょっと具合悪い。あ、そうなんだ。固まる。ねえ。硬くなる。ん？硬くなる。何何？引っ込むよ。なんだって。そうなの？そうなんだ。そうなんだ。そうなんだって。何がそうなんだよ。ちょっと分かったような。返事しない。いや、男、でも男の人ってなんか強いイメージあるんですけどね。全然大丈夫みたいな。あかんわ、あれは。そうなんだ。あの、いっぺん私、無理に乗せられて、選びろと。いや、本当苦手な人は多分苦手だと思うんですけど。あとは歩かれ。降りた後に歩けないみたいな。そっかそっか、うん。あ、そうそう、あ、カズさん、来てくれた。カズさん、こんばんは。そう、あのブログにもねコメントしてくださってありがとうございます。久しぶり。見に来れるかなって言ってたんですけど、ありがとうございます。そうそう、テレビ塔の近くにありますよ。うん、そう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 。ユータンさんね、あのね、すごいいろんなこと突っ込んでるんだけどね、あのね、なんかすごすぎてね、返し方に困る。そう、まずね、のぼさんね、熱出たんなら張ってるんかなってですね。間違いないですね。もうね、そうやね、多分ね、もういろんなとこに張ってると思う。のぼさん、あ、もう本当今こそね、そうだね、メールしとこう、後で。そう。あのね、あの、4点張りしてくださいねって。そう、言うばっかりちごて、せっかくええこと聞いてんから、これですぐ直さなかった。そうだよ、そうだよ。それでちょっと実証してもらいましょう。うん、すぐ熱が下がったかっていう。あの、張るとこだけ映像出してもらおうか。場所、部分的にね。本当にね、後でメールしとこう。あ、これもしかして見てたらね、4点張りね、してくださいね。あれや、6点張りしたら一発やんか。もう本当ですね。もう一気に熱持ってきますよ、うん、きっと。それこそ、ね、ね、人のこと言うてんと自分で実証せなな。何何？いやいや、のぼさんな、ずっと人のこと言うてるから。うん。うん、でそうですよね。自分で実証してね。ちょうど番組配信の時に、ね、熱出たんだ。ちょうどええやんか。本当ですよね。張って、下がるとこ実証してくれたら、うん、そうだそうだそうだ。ね、どれだけね、うん、どれだけで下がったかって、どういう、どれだけの効果があったかっ、ね。ちょっと張るとこだけ映像で出てもらおうか。そこだけ下から順番に張って。こことこことって。ほんと実証してもらいましょう、ほんとにね。ほんまや、ほんまや。そうですよ、ほんまやは。うん。うん、まあ、いっぺん、あとね、貼ってもうて、どれぐらいで治るか、うん、あれしてもらおう、うんうん。あと、父の日、かよちゃんのって、この父っていう漢字間違えてるよ。誰か、ゆうたんさん、間違えてる。間違えてるよ。んうん。スルーだなってね、書いてるけどね、もうスルーせざるを得ないよ、本当に。うん、そうやね。うん。あ、パンちゃんが、遊園地にあったアンパンマンハッピースカイってゴンドラに、孫と張り切って乗ったら狭すぎて体が入らないままぐるぐる回ってましたって、最悪、怖っ。え？何それ？体がちゃんとこうフィットしないまま回ったってことですよね。まあ、じゃあ頭入れへんかったんちゃうか。怖っ。ほんとね、遊園地でね、乗り物乗るときね、一番不安なのがね、このガッチャンとこう降りてくるでしょ、うん、ガッチャンって降りてきたね、この、ここの、スカスカ感、この、なんだろう。ちゃんと体を抑え込めてくれてるのかなっていうね、この、うん、ちょっとこうガタガタ動く感じがね、ちょっと怖いんだよね。うん、まあ、大丈夫、結果的に大丈夫なんだけど、うん、なんかちょっとね、そのこう不安があるんだよね。ちゃんとこうガチャンってなってるかっていうね。あのね、あの、今 USJ に、うんうん、あの、バックでやるのができてんのよ。あ、後ろ側に進むってこと？ジェットコースターが後ろ向き。うん、うん、うん、うん。後ろ向きやったら怖いないんちゃうかと。うん、うん、うん。まだ乗ってないよ。乗ってないけど、うん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 、そう、想像でね。うん。そしたらね、話によると、うんうん、浮遊感が半端ない。こう、置いていかれる感じ？体が。ふわっと浮く感じ？でも、私それこそその遊園地行った時に、こうあの、こっちからこう進んで、ぐるーんって回って、こう、うん、ヒューって行くだけなんですけど、うん、そっち終わったら、後ろ向きに戻るやつがあるんですよ。こうやってヒューって言って、またこうやってヒューって戻るんですよね。
それ乗ったんですけど、すっごい楽しかったですよ。私本当に平気なんで、こうぐるーんって回っていって、逆にこう回るときっていうか、こう逆走、うん、するときも全然楽しかったですよ。かやちゃん、USJ 来たときは、うん、秋に案内してもらって。いや、本当そうですね。私は、そこはパス。いや、でも今、ハリーポッターのやつも 3D になって、なんかちょっと新しくなったってね、CM でやってますよね。あれは、我慢できる。あ、そうなんだ。そこまで怖くないんだ。うん、あれは我慢できる。ジェットコースターよりは我慢できる。そっかそっかそっか。かゆちゃんはバンジー経験あるのって、ゆうたんさん。バンジーしたことない。でもね、どうなんだろう。バンジーね、やってみたい気持ちもちょっとあるんだけどね。うん、いや、それこそ、こう、下にヒュンっていくでしょ、うん、いや、だからちょっと、無理かもしれない。なんでよ。いや、真下に落ちるっていうのが無理かもしれない。ああ。いや、どうなんだろう。あ、そうか。フリーホール。そうそうそう。フリーホールもこう、真下に落ちるでしょ、ああ。真下に落ちる感覚がちょっと苦手だから、もしかしたら、こう、ヒューってそのまま体が真下に落ちるのはちょっと嫌かもしれない。斜めに落ちるのも真下に落ちるのも変わらんやろ。いや、いやー、違うんですよ。それがジェットコースターでね、ちょっと急っていうか、こうね、直角に降りてもあんまり大丈夫なんですけど、本当に真上から真下にヒューンって落ちるのが一番ダメなんですよね。そんなもんかな。でもやってみた。ユータンさんはバンジー経験あるの？あるのかな。ユータンはあれやわ、バンジーやったら危ない、切れちゃう。そうそう、切れちゃう。めっちゃ失礼なこと言った。私は言うてないよそれ。ごめんユータン、ごめん。ユータンさんごめんなさい。もうごめんごめんごめん、殴り放題ね。ごめんごめん、すいません。私は用意は嘘だよ、嘘嘘、冗談だよ、冗談冗談だよ、ね、あ、誰も触れてないけど、かよちゃん髪の毛切ったって。髪切ってないんだよ、これね、縛ってんの、これほら見える？伸びたから。この頃何よう縛るわけ。あ、でも長くなってきたから、こうやっぱりこうバサーってなってるよりね、今伸ばしてるわけ、また。そうなんです、そうなんです。何、またそういう気分ん、またそういう気分、伸ばして。そう、なんかしばらくね、切って切って切ってってずっと続けてたから、なんかもう最近伸ばそうかなと思い始めて。またちょっと女っぽくしたいわけよね。いや、女っぽくって女ですからね、そう、だからね、これね、ちょっとね、こう、縛ってんの。まあ、仕事するときもね、やっぱりこう、バサーってなってるよりね、縛って、まとまってた方が、仕事しやすいので。うん、まあ、そりゃそうやな、うん。うん。で、ライブの時は垂らすと。あ、でも、ライブの時も割と縛ったりするの多いかもしれないですね。はあ、まあ、髪型は違うかもしれないけど、こう、まとめることが多いかもしれないです。うん、うん。うん、すごい短い時はそのままだったけど、伸ばしたら、ね、うん、いろいろできるわね。そうですね、髪の毛のやっぱバリエーションは効くかもしれない、うんうん、で、ライブは？ライブ関係はやってたん、ずっと。あ、やって、うんと、5月は一つだけだったんですよね、忙しかったのもあって、うんうん、あ、5月は。で、そうなんです。5月が一つで、6月が、うんと、二つありますね。これから、14日と23日と、入ってるんですけど。うんうん、そう、でも7月のライブも決まってる感じで。で、ちょっとずつまた、いつもの調子に戻せていけたらなと。バナナンは続けてるのね。バナナンは続けてますよ。次は8月開催予定で。うん、夏開催予定でございますよ。今日はですね、まあ、5月に流す予定でもあったんですけど、桜並木道をね、うん、聞いていただきたいなと思います。こっちに入ってますね。はい、音楽どころさんで、ネット販売もしておりますので、うん、ぜひ、音楽どころで、うん、音楽どころで、検索していただきますと、うん、私の CD 販売しておりますので、ぜひ、
よろしくお願いいたします。それではこれに入っております、桜並木道、聞いてください。
はい、ということで桜並木道聞いていただきました。ありがとうございます。で、曲の進行度合いはどうなの？そう、あのね、6月中に新曲書き上げようと今頑張ってます。6月中って今月やん。そうそうそう。今月は、テーマは家族？結局。まあ、家族っていうかお母さんかな。おかん。うん。まあ、うん、お母さんかな。ちょっとね、今月いろんなことがあってね、まあ、知人でね、知人でって言ったら変だけどね、いろんなことがあって、こう、なんかこう、なんだろう、家族とかね、お母さんについてこう考えさせられることがあったので、ちょっとそれでなおさら書きやすくなったって言ったらすごい言い方変かもしれないけど、うん。うん、やっぱりお母さんについての、うん、曲書きたいなってちょっと思ってるので、6月中にちょっと曲をあげたいなと思ってて、まあ、家族って言うてたけど結局おかんが主になるわけ。うん、やっぱ家族って言ったらね、ちょっと意外に範囲が広すぎてね、うん、ちょっとなんか歌詞がまとまらないかなっていう感じがしてて、うん、それならお母さんにスポットライトを当てた方がちょっと書きやすいかなっていうのがね、結果的にあって。うん、うん、そうか、結局、うん、おかんになれな。やっぱね、男性の身からしたらお父さんもいるよっていうね。お父さんもいるよっていうことになると思うんですけど。要はね、おとんの方が置き去りにされるっていう。しかも私、お姉ちゃんいて、うん、なんだろう、女3人ね。お姉ちゃんと私と、女三人兄弟？姉妹？あ、違います。違う、そうじゃなくて、お母さんと、お姉ちゃんと私で、女三人で、で、お父さんじゃないですか。うん、そうなると、なんかいろいろと3対1になることがあるんですよね。うん。はぁ、はぁ、はぁ。なんだろう、こう、喋ってたりとか、まあなんかこれどう、あれどうっていう時に、やっぱり3対1みたいな感じになっちゃうんですよ。男兄弟いてなかった？いないです、いないです。あ、姉妹だけ。うん、そうです、そうです。あれ、お父さん寂しいやつやな。そうですね。そうかもしれないですね。誰も味方がいてるからね。そう、だからなんか3対1になっちゃう感じが、やっぱお父さんはちょっとね、なんかかわいそうだなってたまに思うけど。で、こう、女子の意見とね、うん、男の意見とね、うん、男と女の意見はちょっと違ったりするんでね。うん、そういうところは、ちょっと孤独ですね。あれですけど。でもまあとりあえず新曲は6月中に書き上げたいなっていう思いで今やってるので、楽しみや楽しみや。うん、やっぱりね、今年の目標を忘れずね、4曲作るっていうのはね、1曲目が未来やったかね。そうです、そうです。なので、うん、もう半年、6月半年じゃないけど6月ももう終わるから、やっぱり2曲目は仕上げたいなっていうのがね、うん、あるので、うん、6月中に新曲は書けてあげたいなと。多分なんかあれやね、あ、こいてんねんね、ラジオ FM 銀河ん FM 銀河、あ、そう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 、ミールさん、はい、のぼさんの、のぼさんと一緒にじゃこじゃこをねやってる番組ね、一緒になってるミールさんっていう方が、FM 銀河さんのラジオ番組のね、番組を持ってらっしゃるんですけど、うん、それにアーティスト月、なんで、1ヶ月のアーティスト月間っていうんですか、うん、に、私を採用していただけるようで、うん、1ヶ月間、一条佳代子特集をしていただけるようでですね。それはいつ？8月なんですよ。あ、8月か。8月の1ヶ月間、一条佳代子特集ということで、曲を流して、毎週というか、毎回流してくださるようで、うん、結構ね、いっぱい曲、流してくれるみたいで。それは生では出ない？あ、生でね、1回出るんです。22日だったかな、の1回は、生で出させて、電話でね。8月だったら水着、え？ん？え？違う、動画じゃないから、電話だから。あ、電話か。ああ、なんか8月やから水着姿で出るから。見てる、電話で伝わんないから、それ。あ、そうか。そうそう。なので、うん、もしね、FM 銀河さん聞いてくださる方が、もしいたら、ぜひ聞いていただきたいなと思いますが。
8月出るので、自助解雇月間なので、ぜひ弾いていただけたらなと思います。曲もね、8曲ぐらい流せるっていうことでね、うん、この CD からね、新曲も出すけど、新曲とかこの CD の中から、流そうかなと思ってるので、これね、ぜひぜひ。そうそう、クイクマさんそうです。ナチュラリズムってやつにね、出させていただきますよ。ありがたいです、本当にね。まあ、まだ大阪のライブまだやけど、うん。大阪のライブして、うん。で、ミールさんとこの番組も出て、まあ、今回ミールさんとこの番組さっき出るけど、うんうんうん。そういうルート作りになってる。あ、そっか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 。うん、ミールさんの番組にも出るの、うん、横浜ののぼさんのとこでの、うんうん、で大阪でライブしのっていうこの、あ、一連の流れがね、できてるんですね、ロードができてるんですね、ロード、お、ありがたい、ありがたい、うん、連携していってね、うん、で全国の人に一条がよこうねしてもらえるようにね、ありがとうございます。だから北海道から鹿児島まで、本当ですね、ありがたい、本当に、ね、うん、そうじゃなかったら鹿児島で一条佳代子の名前なんか出ることないもんね。いや本当ですよ、だから本当にいい機会いただいたなって思います、うんうん、ね、少しでもやっぱね、ミールさんの番組見てくださってる方たくさんいると思うんですけど、うん、少しでもこう自分のことをね分かってもらえる機会がねあるんだって思ったら本当にありがたいことなので。その途中に山口県もいてるしね、トラちゃんが。ああ、そうかそうか、そうですよね。うんうんうん。次回はね、のぼさん復活していただきまして、また3人で配信したいなと思いますので。いつものように話をします。うん、なんでそれでまたそれにみんなが乗っかるっていうね。じゃあ次回はですね、7月14日の火曜予定で。行きたいと思いますので、また皆さん、次の配信の時は今日みたいにこのユーストリームの番組、これじゃない、チャンネルじゃないやつで、いつものとこでやるんですよね。わからない。あ、わからない。で、またその時にじゃあ、うん、なんかお知らせする感じで。また直前ちゃんと言いますわ。うん。うん、わかりました。うん、なので、ぜひぜひ、皆さんまた見ていただけたら嬉しいなと思いますよ。よし、それでは。エンディング曲に行こうかなと思います。はい、それでは聴いてください。マイカラトゥーシャイン。それでは今マイカラトゥーシャイン聞いていただいておりますが、次回はね7月14日の日になりますが、そう襲撃さんがね、そういえばのぼさんがいなかったって言って、今気づいたみたいな感じなんだけどね、そうお熱出ちゃってね、今日ちょっとお休みしてるんでございます。なのでね、さっき冷えピタ実証してもらいましょうって話してたんですよ。なので次回はね冷えピタ話もね、のぼさんの口からお話ししていただけたらいいなと思いますので、それでまた盛り上がれたらいいかなと思いますので、次回もお見逃しなくね。あ、パソコンの調子悪かったんだ、襲撃さん。そっかそっかそっ、まあそれは仕方ないですねね、なので来月は
きっと7月になってるからもうちょっと北海道も暖かくなっているはずですので、もうちょっとホットなあの話題をねあのお話できるかなと思いますので。カンちゃん、この番組で水着っていうのは無理なの？無理でしょう無理でしょう。だってさ、配信のアーカイブ残ってさ、あの記録として残ってしまうから、それはないかな。うん、なんかこうなんだろう、録画されてない感じで一瞬シュンって映るぐらいだったら、いやない一瞬ええから思った。いやないわ女の子ですから一応ね、ちょっとそこまで安売りできないかな。安売り、水着が安売りなの。そうですよ、こんな軽々しくね、ね、見せれないですよなんつってね、なのでねね、なので次回はね、また違う話題で、夏っぽい話題でまたお話できるかなと思います。そういえばね、あのテーマの話全然しなかったね曲聴いた後にテーマの話するって言ってたのに一切しなかったね来月ね、来月に引き延ばそう、夏のことね。夏の予定を来月は聞きますからね。皆さん今年の夏どんな予定で何をしたいか考えておいてください。でキャンプしたいなとか、海に絶対行きたいなとか、なんかいろいろ考えておいてくださいね。はい、それでは来週じゃない、間違った、来月もこの時間から配信したいと思いますので、次回はのぼさんも一緒にまた3人で配信したいと思いますのでね、ぜひまた見ていただけたらなと思います。それでは今日もたくさんタイムライン書いていただいてありがとうございます。また来月も皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。それではお疲れ様でした。またありがとうございました。また来月お待ちしております。じゃあねー。